はい、遊戯王で期待戦やっていきたいと思います。今回は鉄獣戦線 VS 十二支です。手札の鉄獣戦線キットを墓地に送り、ケラスを特殊召喚、そしてキットの効果、デッキから鉄獣戦線カードを墓地に送ります。その効果によりナーベルを墓地に送り、効果ナーベルの効果でモンスターカードを察知します。鉄獣戦線モンスターカード、フラクトールを手札に加えます。さあ、そして、フィールドに出たケラスの効果を発動、墓地に存在するモンスター2体を除外し、剣闘獣ドラガシス、ごめんなさい、かなりもうもろにかまってて申し訳ない、剣闘獣ドラガシスを特殊召喚します。超獣族モンスターですね。基本的にはこれかハーピーコンダクターを出して、そうですね、オボシンチョウシムルグにつなげるというのがベターです。見えにくくて申し訳ない、オボシンチョウシムルグです。そして通常召喚フラクトール、フラクトールの効果により墓地の2枚を除外して、でリンク召喚というより特殊召喚、リンク2ですね、戦火総流ですね、を特殊召喚します。自分フィールドの表側表示モンスターをカードを墓地に送り、フィールドのカードをバウンスする効果を持っています。表側表示のカード、そしてエンドカードを2枚捨てエンドフェーズに、大身長シムルの効果でミストバレンの巨身長を特殊召喚します。そして開始のターン、サラブレードを通常召喚し、手札のバイパーを捨ててワンドロー、そしてその効果処理後に考えていますね、チェーンを考えています。発動するカード、まあ、総流の効果を発動してバウンスするのもいいでしょう。そして効果、フラクトールを墓地に送り、サラブレードをバウンスします。十二支は通常召喚を潰されるとかなり厳しい部分があるので、こういった単純なものでも結構厳しかったりしますね。そして天気を発動し、十二支ラムを値札に加えます。そしてカードを1枚捨ててターンエンド、2枚捨てるんですね。そしてエンドフェーズ、ここで戻っていきます。方針調シムルグ、こいつを放っておくと無限にアドバンテージが増えています。デッキからナーベルを特殊召喚、レベル1モンスターですね。そしてドローフェーズ、ドローメインフェーズに2体で視聴者のシュレムベルクかなの特殊召喚しようとしましたが、神の通告で無効です。そして墓地に送られたナーベルの効果、デッキから鉄獣戦線モンスター1枚を手札に加えます。デッキからケラスを手札に加えます。そして通常召喚フラクトールで、フラクトールの効果、これは本当につらいカードを4枚除外し効果発動で、無限抱擁を発動しましたが、発動す、まあ、特にやる意味ないですね。はい、そこで十二支側がサレンダー、これはしょうがない、大身長シムルグを放っておくとあのようなことになってしまうということですね。はい、さあ2戦目サイドチェンジを行っています。サラブレードを通常召喚、ラピーナを墓地に送りワンドロー、そして強欲で貪欲な壺を発動、裏側表示で2枚除外しようとしますが、ハルウララを発動、ところがそれに対して抹殺の指名者をチェーンし、ハルウララを除外。ちなみに、ウプ主はですね、強欲で貪欲な壺で相手にウララを打たれた時に抹殺の指名者を打とうとしましたら、ハルウララがゴードンのコストで全部飛んでいるということを2回ぐらい起こりました、大会で。あの時はさすがに抜こうと思いましたね、ゴードン。さあ2枚ドローし、その処理後に十二支ライカを特殊召喚し、墓地のラピーナを特殊召喚、その後ハマーコング、ドランシアを乗せて、ドランシアの効果、ラピーナを捨てて墓地のサラブレードを回収します。こうすることによってですね、後続を確保しドランシアも乗せるということが可能になります。十二支ラムを落とすだけではないっていうことですね。そしてカードを1枚捨ててターンエンド、さあ開始のターンどう出るか、無限抱擁を発動、ドランシアを対象に選択し、それにチェンしてドランシアの効果、自分自身を割るという選択肢を行います。これをすることによってですね、相手の例えば、ダイナレスラー、パンクラトプスだとか、あと、あるいはシャドールだった場合、シャドールフュージョンなどを防ぐことができます。モンスターが、相手のフィールド上にモンスターがいるとね、効果を発動するデッキが結構多いですから。おっと、天気を発動し、フラクトールを手札に加えて、フラクトールの効果を発動しようとしましたが、墓穴の指名者で無効になりました。これは強い。そしてカード1枚捨て、おー、どうやら初動は引いてない様子。ざまざまですね。おー、強欲で貪欲だぞ、強欲にドローしていく。もうすでに裏側表示で20枚除外されています。それに対して、裏側はさすがいなかった。そして先ほど開始した、前のターンでね、
回収したサラブレードを通常召喚、サラブレードを捨ててワンドロー。墓地には十分モンスターは存在しますが、ドランシアが墓地に送られていますので、ハマーコングを乗せてライカ、そしてライカの効果でドランシアを対象に選択しますが、そこに対して増殖する G、 墓の指名者はあるか。いやー、さすがにそれはない。ドランシアを特殊召喚、守備表示で特殊召喚ですね。さあ、バトルフェーズ、1600ポイント、サラブレードを装備しているので1600ポイントでダイレクトアタック。そしてメイン2、タイグリスを特殊召喚で、タイグリスの効果を、タイグリスは乗せない、ほう、あ、いや、タイグリスの、あの、増殖数字でドローしてその後ですね。タイグリスの効果でラピーナを乗せて、タイムですね。まあそうですね。ドランシアはそれだけだと意味ないですから。ライカで特殊召喚したモンスターは、このターンのエンドフェーズで効果が無効になってしまいます。そしてカードを1枚捨て、ターンエンド。同じ縦列に置く。ということは、ですね。さあ、スタンバイフェーズに増殖する GO 発動。さあ、それに対して、チェンワルカというか、ハルーララ。まあまあそうですね。仕方ない。まあ、先ほど増殖する G で2枚ドローしていますからね。さあ、お、獣王アルファを特殊召喚。相手フィールド上に、攻撃力が最も高いモンスターが存在する場合、このカードは特殊召喚することができます。さすがにそこを許さにはいかなかったので、ドランシアで破壊。そして、おっと、ミストバレーの巨神鳥を捨てて手札からケラスを特殊召喚します。そして効果、墓地の獣王アルファと巨神鳥を除外してケラスの効果を発動。しかしそこに無限法要を発動し、無効にしていく。お、それに対して抹殺の指名者で無限法要を選択。これ、いやー、ハンド強いですね、これは。まあまあまあ、巨神鳥を捨てているのはどうしようもないですけど、ケラスを引いているのは強いですね。ケラスは本当に相性がいいんですよね。手札から鳥獣族とか獣族を捨てて、墓地のコストを増やしつつ SS することができるので。さあ、そして効果でドラガシスを特殊召喚し、2体で攻撃、バイパーでドランシアを、そしてドラガシスで攻撃ですね。もし十二支バイパーが手札にあった場合、あ、バイパーじゃない、ケラスでドランシアに攻撃ですね、すいません。そして2体でまた見にくくて申し訳ない、王神鳥シムルグを特殊召喚。そしてエンドフェイズ、王神鳥シムルグの効果によりデッキから特殊召喚。烈風の結界像出ました。今おそらく忌むべきデッキ、ぶっちゃけな話、これが環境にいるから電脳界は今環境を走っていると言っても過言ではないかもしれません。そういう部分があるのも。さあ、これは辛い。まあ、もちろん十二支側はバイパーとか、あるいはサラブレードで、結界像を破壊することができるので、引いていればそんな恐れることはありません。引いていれば。さあ、カード1枚セットしてターンエンド、エンドフェーズ。辛いですね、これは。方針調シムルグの効果によりデッキから特殊召喚、それにチェーンして、もちろん春うららなどは、まあ、対象に取れないですけど、春うららなどは打つことができます。お、増殖する G を発動。デッキからナーベルを特殊召喚。もう巨神鳥はいませんからね。巨神鳥があってればかなり積みにまで持っていけた可能性は高いのですが、さあ、ナーベルの効果、墓地のカードを3枚除外して、お、2枚ですね、2枚除外して活属性モンスターを特殊召喚ですね。あれは戦火ですね、戦火総流。これは結構辛いですね。かなり辛い。さあ、バトルフェーズ、総流でセットモンスター、いや、王神鳥シムルグで攻撃。そしてダメージステップ、あれはラムですね。ラムの効果で墓地のモンスターを蘇生したいのですが、烈風の結界像がいるのでそれをすることができません。忌むべきカードです。そしてカード1枚セットターンエンド、エンドフェーズに王神鳥シムルクの効果、アドバンテージが無限に増えていく。
さあカード1枚捨ててエンド。これは辛い、辛すぎます。放っておくと無限にアドバンテージが増えていきます。まあ、最もナーベルが2枚もいるので出すカードはほぼないと思いますけどね。下手に出してしまうとフィールドが埋まってしまうので、で結界像がいると高レベルの高リンクのモンスターを出しにくいんですよね、風属性なので。市長とかならばいけるんですけれど、さあドローフェイズ、ドロースタンバイメインフェイズ。おっと2体でリンク召喚、ほうん、あいや あれは出ない、あれは出ないね、あれは出ないですね、あれはリンクやるんだったらナーベルも、そうですね、ナーベルも含めた時ですね、うん、なるんだったらナーベルも含めて3体でな、リンク3なので、まあ、あれ、それか総竜を巻き込めばできたかもしれません。普通にこれ間違ってますね。そしてナーベル効果で手札に、これはちょっとミスですね、申し訳ないです。でここでアクセスコード投下を特殊召喚で、そこに神の通告を発動、1号ですけども、まあでも、まあでも通常召喚を行ってないので、ああ鉄獣の光線なるほど、これがあったからか。4体でそうですね、これで、まあ、3000があって、で、まあ、手札にフラクトールもいるので、フラクトール効果使ってもう一回シュラグ出しても一緒かな、まあ、ナーベル効果も含めて出せばいいことですし、ですからまあこれですね、はい終わりですね、ルールミス申し訳なかったです。